今日も世界のどこかで配信中、コークスクリューが当たるまで。どうもこんばんは、チャンプです。さあ今日もゲスト来ております。こんばんは、バラです。バラさん、お久しぶりです。お久しぶりです。すごいですね、毎回ボクシングの時は来てくれますねやっぱ好きなんでね、お互いね。前回井上拓磨、僕ら寄せで負けるって言ったじゃないですか、はい、あれ YouTube の方にコメント来たんですよ。ついに、はい、アンチではないんですけど、はい、井上拓磨勝ちましたねって来ましたね。一言僕すいませんとか思いますけど多分ファンの方ですね。言うしかない。謝るしかない。でも俺らほら一応謝ったから、はい、もうやっぱもう素晴らしい試合でしたこの間。確かにあれからちょっと数週間経ちまして、はい、ついに5月6日、はい、東京ドーム、はい、4大タイトルマッチ発表されましたよ、はい。これちょっと予想していきましょうね。はい。じゃあ、まず先に言います。まず一つ目が、はい、WBO 世界バンタム級タイトルマッチ、ジェイソン・モロニー VS 武井良樹。VS? バイアスってお前、バイブスみたいな上がってねえよ、別に。ギャルじゃねえんだから、お前。その WBA 世界フライ級タイトルマッチ、はい、ユーリ・アクイ対桑原。はい。そして、セミファイナル、WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、井上拓磨対、指名挑戦者、石田翔。はい。そしてファイナルが井上尚弥対ルイス・ネリ、世界4団体スーパーバンタム級タイトルマッチですよ。すごいっすね。すごいカードっすね。この間あの IBF 世界フェザー級タイトルマッチで阿部レイヤ対、はい、ロペスがやって、はい、僕ちょっと阿部勝つと思ってたんですよ。結構完敗して、はい、やっぱ世界の壁ってやっぱすごいなと思ったんですよ。確かに。そうなると、はい、そこに君臨してるやっぱ井上尚弥、改めてすごいなと思った。確かに世界の壁すごいなと思いましたけど、うん、チャンプさんの逆張りもすごいですよね。お前さ前回さ逆張りのチャンプって言ってお前勝手な異名つけてんじゃないお前。いやもう本当にもう仕方ないこれは。やっぱりさ、俺日本人だからね、はい、いや日本人勝つようにやっぱ予想しちゃうじゃん。応援しちゃうじゃん。その中で唯一日本人を応援してなかった井上拓磨が完勝するってね逆張り。いや、じゃあちょっと予想していきましょうか、はい、まず4つ目、モロニー対武井、どっち勝つと思います？ちょっと、なんだろう、めちゃくちゃ難しいですね。これはね、マジで難しい。これちょっと僕の、正直な感想を言っていいですか、はい、最初決まった時に、いや、武井勝つだろうと思ったんですよ。で、僕ちょっとほら、逆張りって言われてるから、はい、一応ネットでエゴサーチしたのどっち勝つかなと。やっぱね、7-3でモロニー多かったわ。ちょっとやっぱりバラさんも前ってまだ早いんじゃないかっていう。いや、僕は早いんじゃないかとは思ってないんですけど、うん、どうなんですか、これ早くはないんですかって僕メールで送ったじゃないですか。送った。そうだから、で急に決まったなと思ったんですよ。そうね。でジェイソン・モロニーいきなりもうなんだって。確かにね、はい。しかももともとスーパーバンタム級でずっとやってて、うん、1回か2回1回だけかなテストマッチして、はい、もうバンタム級だから、まあ、大橋ジムってやっぱお金あるんだなと思いましたよ。東京ドームのもう歴史的な一戦ですよ。マイク・タイソン以来のなんか34年ぶりらしいんですよ、うんうん、もう2年前から予約してたらしいんですけど会長が、だから歴史的な一戦になるから、やっぱ大橋ジムのオールスター全部揃えたんですよね。揃ってますもんね。すごいね。だからそこ無理やりねじ込んだんじゃん。だから、まあ、実際どうなんですか。えどっちが僕はね、僕は本当に武井勝つと思ったんだけど、はい、冷静にちょっとやっぱ考えてみると、はい、もろにそのやっぱり負けたじゃん、ロドリゲスとあと井上尚弥に負けての2敗はもう超一流なんですよ。だからそれを抜かすともうほぼほぼ完勝してて、はいはい、一時によると大橋会長曰くロドリゲスよりもろにの方が強かったっていう風な説もあるんでね。そうですか。だからロドリゲス勝ち上がってきた時に、あ、よかったモロニーじゃなくてと思ったらしいんですよ。まあでもその後やってるんだけどね、うん、バチコン井上尚弥勝ってるんだけどそう考えると、いや僕はねちょっとモロニーの判定勝ちじゃないかなと思いますよ。なるほどね。もうちょっとね武井もね強いんだけど、そうだな、ちょっと難しいんじゃないかな。そうですね、モロニーの判定勝ちです。なるほど。バラさんは？僕はまあモロニーの経験値がやっぱ上回るんじゃないかなとは思ってるんですよ。そうですね。ただ一矢というか、武井のなんかこう踏み込みの速さみたいなことがあるじゃないですか。ね、あるそこが一撃当たれば武井にも、うん、勝機はあるんじゃないかなとは思うんです、うん、これね、あとね、僕はねやっぱりその戦績とかじゃなくて誰に勝ってきたかっていうのが結構重要なんですよ、はいはいはい、例えばもう、まあ、ちょっと名前出しちゃあれなんですけど、やっぱ亀田さん兄弟とか、はい、もうキャリアの前半で、まあ、謎の外人バッタバッタ倒しまくってKO 数稼ぐんですけど後半全部判定で KO 率5割に落ちるみたいな
みたいなのはあるんですけど、竹井ももちろんすごいつやつややってきてるんだけど、なんかそこまでその名のある相手に、しかもバンタム級でまだやってないから、そこの差はね出るんじゃないかなと思っちゃうんですよね。バンタム級初戦なんですか。ね、一回テストマッチやってKO で勝って、この間ボディで、じゃあ2戦目、そう2戦目かな、あバンタム級でもいけるっていう風になったの。なるほど、ね、そう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 、体重を落として、でそこにちょうどというか、その対戦できるそうジェイソン・モロニーがいたと。そういうことそういうこと、なるほど、ね、そういうことそういうこと。いやでもやっぱジェイソン・モロニーに分があるんじゃないかなと思っちゃいますよね。そうだな、うん、ここはモロニーにかけましょう。そうですね、ちょっと申し訳ないけど、はい、じゃあ次は有利対クアバラですね、はい、さあどっちかと思います。いやこれ僕ちょっと分かんない、これはもう僕そこまで知ってる2人じゃないんで、まあ、ちょっとチャンプさんの予想だけにしましょう。僕はもう申し訳ないけど、はい、腐るほど2人の試合見てて、はい、もうガチで取材したこともあるし、はい、あとねバラと1回さ あそこ行ったんです、墨田区のボクシング祭り、はいはい、あれに俺武井と写真一緒に撮ったの覚えてる、見せなかったっけ、あ、はいはいはい、あの隣に桑原いたわ、そうそういたんですよ、で、はい、俺桑原とも写真撮りたかったんだけど、はい、みんな武井さんの写真撮ってください撮ってくださいって言って、俺もちょっとそっちに並んじゃったよ、ね、で桑原が腕組みながら待ってた、武井の写真終わるの。なるほど、あなんか武井の桑原もチャンピオンなのになと思いながら、まあ、見てたんですけど、まあ、もうこれイケメンボクサーで有名なんですよ、結構ジャニーズ系のやつで、まあ、これまあ有名ですけど、有利とは1回戦ってて、日本フライ級タイトルマッチかな、はい、桑原が10ラウンドで TKO で負けてるんですね、最終回に。あそうなんですね、そう、それはもう結構有利の圧勝でした。じゃあもう今回 2戦目リベンジマッチということで、でそれもね、まあ、2年ぐらいしか経ってないからまだ早いんじゃないかなと思っちゃうんですよ。差は詰まってないと、俺は詰まってないと思う、むしろちょっと広がってると思う。でその後に桑原も東洋太平洋タイトルマッチかな、はい、チャンピオンになってるんですよ。おでタイトルは取ってて、はい、まだ挑戦資格はあると思うんですけど、はい、でもまず言うても有利はその後世界チャンピオンになってるから、お差は詰まってないし、はい、ちょっと広がってると思う。なるほどね、そうじゃあここはもう有利の KO 勝ちだと思う。タイプで言うと初めの一歩の板垣学みたいな、はいはい、パンチは軽いんだけどスピードがすごいあって動き回るみたいなイメージですね、桑原は。そう、次さあ次はさあ我らのアイドル井上拓磨、はい、VS 石田翔、はい、これはもう本当にもう井上拓磨一点掛けです。井上拓磨様ですね、井上拓磨様ですね、はい、これも勝つと思いますよ。バラさんどう思います。僕も思います。そうですね、 KO か判定までちょっと言おう、どっち。やっぱちょっと待って、石田さん、石田翔、いやちょっと待って、石田さんね、どうなんですか。僕ちょっと情報がない、どういう選手なんですか。いやもうもともとスーパーフライ級の選手で階級を上げて、スーパーフライ級で1回、ね、世界挑戦してるんだけど、はい、フィリピン敵地だったのかな、はい、判定負けして階級を上げて、はい、ランキング1位挑戦者決定戦までこぎつけて、はい、それも勝って挑戦者になったみたいな、うん、なるほど。ボクシングスタイル的には、あボクシングスタイル的にはこれもね、そこまでパンチは強くないです。どっちかっていうとあんまり打っちゃわないタイプ。なるほど、じゃあアウトボクサーです。強くもないと。いやでもね、ダウンしてるの見たことないな。あそうですか。そうそうそう、だから耐久力あると思うよ。なるほど。そう、最近なんですけど、石田翔のドキュメントは YouTube であるから見てほしいんですけど、自分でも自分は打ち合わないって、そういうボクシングスタイルです。わかりました、出ました、はいどうぞ。10ラウンド判定勝ちで世界戦なんで12ラウンドする。じゃあ12ラウンド、10ラウンドでどこ頭かとか聞いて後ろ判定になるっていうそうですね、僕もじゃあ井上拓磨の判定勝ちかな。はい、それお母さんが一緒に出てるんですよ、石田翔を応援してる。お母さんが毎回応援来ててね、石田翔のお母さんが来て、なんかいろいろありがとうなお母さんつって、はい、何言ってんのみたいな、うん、頑張ってねって、お母さんのために世界チャンピオンになるよみたいな。あなんか僕ドキュメントとか見た、見ましたよ。それだよ、それ見ましたよ。だからだ、そうそれでだ、それ大阪ね。いやめっちゃ頑張ってほしいですね。そう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 、でもああいうの見るとやっぱそう応援しちゃうよね。しちゃいますね。でも全部の選手に家族いるから。まあでもまあ、見えないだけでね。そう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 ですね、うん、それを踏まえてじゃあもう一回、はい、井上拓磨選手の、うん、10ラウンド判定勝ち。いや一緒お前負傷判定じゃん、そしたらさあメインイベント、はい、井上尚弥対ルイス・ネリ、はい、これはねもう 100% 井上尚弥が KO で勝つんだけど、はい、バラも同じでしょ。同じです。じゃあ何ラウンドに勝つかまでちょっと予想しようか。これね7ラウンド KO 勝ち。わかりました。ね僕はね8ラウンド、ボディで。あいいとこつくね。はい、ネリ1回唯一の KO 負けはねフィアゲロの KO 負け。フィゲロはね。フィゲロは、はい、フィゲロはの KO 負けはボディで倒されてるからね。はい、そうですね。ボディ弱いんでしょうねきっとね。うん、
これあの 1g でもあの体重オーバーしたら絶対試合しないというふうに決まりがあるらしいですよ。決まり、会長が言ってる、もう会長が言ってる、もう絶対試合しないって、もう体重オーバーしたらもうなんか契約体重とかでもやらないって。いや正解だと思いますよ。まあまあそうだね、あのロドリゲスもそれで試合放棄したからね。おお、全然正解、それでいいですよ、うん、まあだからただむちゃくちゃ最悪だけどね。そうですね、東京ドーム、東京ドーム、その日、うん、なくなるってことはもう空になるってことですよね。まあ空にはならないから、ほら他に3つの世界タイトルマッチがあるから。あ、そっちはやるんですね。そらそらもちろんもちろん全部はなくなる、メインイベントは全部なくならないだろうそんなもん前日に分かるだから。え、でもよくなんかメインイベントがなくなったから、うん、その日のイベント全部なくなることもあるじゃないですか。あのね、それって多分なんか怪我とかでじゃない、1ヶ月前とか2週間前とかで怪我。あ、でもそう、確かね、前日とかでもあるけど、今回はやると思う。なるほど、他の3つのメインイベントがあるから。なるほど、うん、なるほどね。だから普通もうそこまでになると体重オーバーしてもやるのよ、はいはい、もうキャンセル効かないから、はい、それやらないと思う、もう絶対やらないそれぐらい追い込んでるって、まあ当たり前なんだけど、ね、当たり前なんだけど、ね、そう、これちょっと東京ドーム見に行きたいな。いや行きたいっす、ね、生でちょっと会場で味わいたいな。なんかすごいらしいですよ。え、何が。その有明は1万人規模だと、うん、で東京ドームは、まあ、5万人規模になると、うん、まあ、約5倍 の人が入るわけですよ。その時の、なんだろう、その盛り上がった時 の、うん、あの人の熱気ってその会場にいるとすごいらしいですよ。へー、僕東京ドームはなんかその巨人ヤクルト戦と か、うん、なんかスマップのコンサートとかで行ったことあるんですよ、はいはい、何回か。めっちゃちっちゃいけどね。ちっちゃい、あの一番後ろの方のアリーナ席で見たら、あの標的がね、そうそうそう、リングが、はい、それまあだから絶対巨大スクリーン見ることになるんだけど、うんうん、じゃあテレビでいいんじゃないかなって。いや、まあまあまあ近いのはテレビですけど、うん、まあその場の空気感、熱気はやっぱすごい。まあそうですね、うん、応援グッズとか買うのもいいからね、綺麗になるからね、うん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 、まあまあ、じゃあということでね、以上我々4人の予想どうなるか、ちょっとぜひね皆さんね、また批判コメント待ってますんで、いや応援コメント応援コメント待ってますんで、ありがとうございました当日は楽しみですね。楽しみで、はい、ありがとうございます、はい。